また今度、ルシアちゃん、高橋春人。最近、ルシアちゃんは首になりました。残念です。今日、私の感情について書きたいです。私は、ルシアちゃんがバックみたいなことをしたと思います。ルシアちゃんは、もしかして、彼氏がいるかもしれないと、後悔された。私は、 当たり前でしょ可愛い女性に見えます。私も、たぶん私はルシアちゃんの彼氏よりあ彼女のお兄さんになりたいかもと思います。私の友達に聞いたらあ彼らもルシアちゃんは彼氏がいるか誰も気にしない。 彼女は殿ですそれらは彼女の自由ではありませんかと言いました。私もそう感じました。でも最後には契約を破ってルシアちゃんは首になりました。ルシアちゃんは私の3番目に見たバーチャル YouTuber だと思います。 親入は私にルシアちゃんの配信のクリップを送りました。クリップで配信を見てる人はルシアちゃんをぺタたんと呼びます。彼女はコーラ缶を潰しました。でも面白かったのは缶を潰した後、 これは女の子の強さではないです。と泣きました。ルシアちゃんは可愛いと怖いの間をいつもよく演じます。私はルシアちゃんの配信のあんまり見ませんでした。率直に言うと、配信のあんまり見ません。 時間がない。委員長も船長も夕たによく配信するから、ドキドキ見ます。でも、ルシアちゃんについてクリップをよく見ました。ルシアちゃんは天才です。彼女の歌っている声は素晴らしいです。優しい歌が得意です。 私はルシアちゃんがヘビーメタの歌を歌ったのを聞いたことがないですけど、できると思います。くさ。ルシアちゃんはコラボに参加しているとき、インプロもよく出します。いろいろなキャラを演じられます。でも私はいつもの 彼女のヤンデレのキャラが好きです。当たり前、契約を破ることはダメです。ルシアちゃんは首になるなければならなかったですけど、天才的な女性だった。本当に残念です。ルシアちゃん、これを見ないだろうけど、頑張ってください。 また今度